でさっきのマリオ、さっきのマリオに今やったマリオに関しては、友達ん家のプレステ3のコントローラーを直した時にもらいました。あ、よし、プレステ3のコントローラー3つ直してそこでもらった、お礼で。実際にはもらったわけじゃないんだけど、まあよくわからんから持っててくれと言われた。おーい、ヌンチャク必要、よいしょどこ行ったかな俺、モーションプラス。多分このゲームには対応してないと思うけど、スパイクが、はい、ムービー汚ねえな、汚いっていうか加工してんのか。あと汗ひげおかしいな、やっぱワイド対応じゃねえなこれ。あんまたまにあんな Wii のゲームってほんとそういうの多くてさ、無理くり16対9にしてるやつがすごく多かった。交尾してた今虫が。画面暗いね。Wii発売当初はな、あのこの、うん、そう、虫だね、虫系のゲーム。虫だけじゃねえな。インセクター所長。いらっしゃい。虫か。インセクターってあれか？甲虫だっけ？虫全般？違う、多分この後タイトル出る。これです。あ、2006年だよ。Wii って何年かなんだろう。待って。画面明るくできる？できそうでできねえそう。できた。グラフィックがプレステ1並みって酷評されてたな、これ。1並みなの？イージーでいいや。インドネシア。エンドネシア。違う、ネクロネシアだね。ミクロネシア？違う、それもまた国だ。つまんねえゲームはイージーに限るな。先に言っちゃったらつまんないって。残念ながらこれは、ハードオフで108円。で、状態が良かったで買ってきた。Wii でもそんなことあんだなと思った。つかなんかこれあの人っぽいの。カイジの実写版の人。いい気持ち。字の出方。予想通り、しかた島だな。なれ。藤原達也。そう。ミシェルがどうしたって。ちょっと違うけど。てか目ちっちゃい。そんなに見つめてるとミシェルに風穴が開くぞ。風穴。遊んでいたら意欲的な部分に共感できるかもしれんやろ。色相は嫌いじゃないよ。俺たちに風穴を開けるなよ。ストーリーは。まあやんなきゃあかんねえゲームなんてな。だからこそ俺はゲーム屋の店員の時は客に聞かれたらやってくださいって。マイク。レイ。これ面白いんですか。やりますか。何やってんだお前。この島にしかいない珍しい種類よ。嫌がらせか。しかも裏面見せるっていう。遠いな。撃っちゃえもう。なんじゃこのタイトルの出るタイミング。逆に面白い。喋んなくなった。デスクリかお前らは。なんかもう。デフォで後ろにあれ、そうなのか。色様か。心の距離か。何の話してんだ。やーべ、テキストやべえこれ。くっそ適当。関係してくんのかな、ストーリーと。しかもドリキャス版っぽいんだよ。ドリキャス版はまあちゃんと仕事したよな、あれな。中途半端に出来がいいからまたムカつくんだね。
っちゃう。笑。てかこれリンロンチかよ。あ、ローンチなの。2006年なんだ。360に近いんだ。ちょっとプレステ2画質ね。なるほどね、言えてる。プレステ1か。プレステ1並み。1並みじゃねえだろさすがに。これそれは言い過ぎだわ。せめて2だよこれ。てかなんか XBOX っぽい初代。もういい。飛ばせた。練習まし、なんかトリックみたいな音したな今。そもそも何をするゲームがよく。ステップ1。一応アクションシューティング。え、 TPS ってこと。1ならもっとカクカクだよ。ソースは頑張れ。頑張れか。まあプレステ1の中でもかなりいい部類だな、頑張れはな。いやこれは1じゃないよな。ヒロヒロ、ああ、おほい、振り向くなよ。ヌンチャクアクションシューティング。武器ならあるよってあんなに移動して取ってきたよ。よく見えてたな。なかったらどうするつもりだったの。はい。え、振るの？押しながら？おめえはそれよこせと。本当だよ。めっちゃ振ってんの。これ振んなきゃいけないのめんどくさいわ。さすがロンチタイトル。もういい。もういいや。そんなんの？ドラクエの画面の前で剣風 RPG かな。剣心ドラゴンスクエスト。可能な操作は入れたかったかん。ねえ、そうなんだよ。これをねノーマーヒーローズはやらなかったからよかったんだよね。はい。ローンチはきついな。上から下に強く3が全部で1、2。うわー、こんなんめんどくせえって。勘弁してくれ。上段とか中段とか言ってるけど右の絵があんまり参考になってないんだよな。あ、上と B。 あー、そういうことか。 B ってそういうことか。最近の任天堂ハードのローンチは謎操作押しが激しいからきついよね。いやー、これだってやっぱしょうがないよな。やっぱ最初はいろいろ入れたくなるのは仕方ないけど、だからこそすげえめんどくせえんだよな。上とか下とかあんのこれ。下もあんでしょ。一振りしか練習させてくんねえから。もうやめたいです。もうやめたいです。月だって。大丈夫、きっと鉄器やアーケードより簡単操作だよきっと。鉄器はしょうがない。あれは難しいわけじゃなくていい、ボタンが多いだけだ。上下左右。いや、これはいらないかな。ソフトメーカーはテストで作ったデータをそのまま使えるから開発が間に合うっていうからくりなのかもね。謎操作押し。おー、いや、多分やっぱりこれはね、評判聞かなきゃわかんないんで、みんながそれで喜んでくれると思ってやってると思うんだよな。あー、狙ったところを打つってことね。しかも振らなくていいんだな。月に関しては読みません。ステップ2。石置き場って何。石置き場なんじゃそれ。なんか落ちてる果物落ちてる。わからねえよわらわら。石置き場ってやばいな。初めて聞いたよ。採石場は聞いたことない。99個の石を拾ったよ。
ああ、なるほどね。やめていいかな、これ。詰め込んでユーザーの遊びやすい操作性を模索してるのかもしれない。マシンハードのナノ操作をしてこんなことできるんだっつって楽しむ人もいるかもね。デスキやアーマードコアは複雑操作の後に快感が待ってるからな。そうね。あ、A を押して、持てるだけ持っておく。99個。相棒はショットガン持ってるのに主人公の攻撃方法原始的すぎませんかね。これマジきついって、このゲーム。よかった108円で。まあ、やりたいことはわかるけど、うるさいな、プスーっつった。コントロールスティックを下に倒しながら粘着をして、下から上に振り上げる。コントロールスティックを下に倒す。ああ、こういうことね。スティック、ヌンチャクって本当にさ、この入ってんのセンサーよいしょ。よく見たら足元ゲジゲジだらけじゃねえか。そうなのよ。最初操作慣れなくてぐるぐる回ったし。E リモコンを右に振ると、右に振る、んー背中で虫潰しそうなの。やらねえっていうやらずに終わる。え、なんだって。なんで左右回避で操作するデバイス違うんだよ。はぁ、この曲なんで虫嫌いなの来ちゃったんだ。聞く価値がないように見えた。期待だけしておこう。二人ともどっか行っちゃった。ギャラクシーがいかにいいゲームかよくわかるわ。草気になる。ヌンチャクの し手前の方か。こういうクソゲーに限ってライトに制限があるんでしょ、これ。おい、え、何それ。あ、制限ない。で、いつなんと水上剣が炸裂するのですか。何の話だ。とりあえずこっちに二人がいると。小屋の中でよろしくやってんの。主観して、主観して女が光ってる。ああ、歩けんだ。え、出て通んの、そういうの。なんだよ。どうした。おー、え、おう、え、俺何しに来たん。これ缶詰取り来たわけじゃないの。すげえ操作性悪い。あ、ある、なんか。あ、すぎ、間違ってんな。え、かゆい、うまい。かゆい、うまい。だから津波の前は虫がいなかったのかもしれないな。わからんな。これどうすりゃいいんだ。
ちあ、もういいんだ。これを、これだ。今の手紙を俺は見つけに来たんだ。多分な。ブシッ。で？テントの中？消すとあんま見えねえ。思ってた、あ、さっき来たとこか。操作性はある。登れない。こっちの画面がいいよ。こっちの画面でいい。え？置いてかれた。セーブしなきゃダメ。何この夏式感。で、この曲腹立たしいな。この曲を聴くたびに何か笑いが込み上げてくる。元に戻りゃいいのかな。夏色やんないとな、俺もな。受け継いだよ、あれは。BGM これと環境音しかないんじゃないだろうな。なんか笑いそうになるよな、あれ。あの曲ばっか聞かされてたら。ビタミン大事。あ、あるんだ、こっち。もういや。やっぱゲームの良し悪しって出るよな。どこ行っちゃった二人とも。ここでやめたら一生やんなそうだから、もうちょいやろうかな。いくらなんでも。あ。まさかのオレンジ。まさ、普通に野生のものが箱に入ってるけど。今んとこファミ通でいう、ファミ通形式の点数だと3点。どう考えてもいや、ごめん、3点だと。見てる分には思ってない。俺の評価としては4点ぐらいかな。5点かな。いや3、いや4点。俺の評価は3、2点が最低ラインじゃないからな。4点かな。あれ違う道あった。わ、見てる分には面白い。マジかよ。ローンチ5周期で4点。そっか、ローンチだから。おい。ファミ通の攻略本が欲しくなるね。いらないよ。こんな音やめろよ。プスーって。何これ、何この無双感。おい、虫の上を転がる。え、どうすりゃいいの。虫の上を転がっていくの。これやべえよ、このゲーム。3本しかないんだよ、これ。3回じゃ振れない。あと振り方もないから、これ。はいはい。あ、触んなきゃ拾えないんだ、これ。あとこれ、おお。虫嫌いには見えねえな。あれ、なんで上打ってんの。チャリチャリ落ちてんのよ。なんかね、さっきのマリオ・ギャラクシーのあの粒みたいなやつが出るの、今回は。
くそ、これって戦い方合ってんの？合ってる合ってる合ってる。下押しながら振るっていう。もう敵じゃないよあれ。襲いかかってこないよ。好きだからたかってきてる感じだもん。しかも獲得描写もなく近づくと消えるだけ。そう、シャリ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 って言うだけ。やってることはプレステ1よりひどいよ。え？石投げてやれ、笑。そう、あ、なんなんだよ、だから。ああ、なんちゅう顔してんだよ、お前はよ。困ったなぁ、みたいな。合ってんのかな、俺これ。またみかん出てきた。なんだよ、これ。この感じ。嘘だ、嘘だ。そんな SE 流されてもヤバいのかなんだろって気持ちしか、わら。はっ、倒せる、これ。ちょっとマジで体力も大して変ないし。おい、勝手に飛ぶな。あいつらどこ行ったんだよ、ほんで。なんだよこれ。なんだこれ。これやばいって、このゲーム。このゲームやばいよ。逆にちょっともうちょっと先気になるわ、これ。逆に。はぁ、あ。くそ、くそつまんねえ。バドミントンみたいな。ストーリーが気になりますね。てか、あいつらがどこ行ったか気になるわ。何してんの？メスがオス食ってんのかな？勝てないよ、これ。さすがにこれは勝てない。ネクロって何？うお、いきなり。B。B、え？は？ん？ん？もうちょっとやろうか。もうちょっと。今のはさすがにちょっと。びっくりしちゃった。弱いなぁ。どこ？ねえ、虫大嫌いなはずなの。木に集まって。なんでこのアングルなの？なんでこのアングルなの？なんでこのアングルになっちゃう？おお、まだいるよ。後ろ、後ろ、後ろ。何の声だよ。いっ。たまんねえ、これ。この B 級感、悪い意味での。たまんねえよ、これ。ボスではないと思う、多分。ただこっちじゃないと思うんだよ、あいつらがいるのは。だってそしたら死体とかあるはずも。これより先に行けない。ああ、玉でいる場所バレるとかホラー分かってない感じ。しかもなんかさ、フィニッシュ技の感じとかさ、なんかやれとかいうのがないんだもん。もう一回殴ってみようかなと思ったらザクーってなって、ピギャーってなったけど。いやー、すごいなー、マリオってすげーな。どこ、マリオの偉大さ。おい、増えてるよ。むしろ増えている。 B、 あ、なんかとどめ入っちゃった。なぜか増える体力、そしてマップになんか出てきたね。あれ、このゲームつまんなくはないかもしんないけど、笑いのポイントもあるし。なあ、これ。ん？トイレ？なんもなさすぎだろ。あった。マリオとカービィは安定ですよね。問題は一人でやった時だな。放送向きってやつ。まあ、なんだよ、この手紙が点々とする感じ。なるほどね。敵が出ない。
十分な黒さ。黄色いな。おお、なるほどね。でも明かりがないとこれさ、すごい見えないんだよ。ほら、これ何これ、これ何なんだよ。急だろこれ。急に見えすぎなんだよ先が。なんかさ、森の電気つけた感じよ。森の天井の電気をつけたよ。オンオフした感じ。なんだ森の電気って。あの、紐引っ張った感じ。森の真ん中の天井から伸びる紐を引っ張るとつく感じ。何の音？あ、こいつらか。ドラえもんの放射光線がこんくらい明るかったかな。放射光線、ね、音すんな。ポン、いちいちポン。おパス。お、来た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 。あー、取れるわけじゃない。どうやってやんだっけ。あー、もうごまだれ入った。どうやってこの画面。ってことは主人公変わる可能性は、ガじゃなかったよ。石投げよう。あ、忘れてたね。アクセサリーってなんだよこれ。どこに装備するのこれ。虫の気配感じたら電気消せってことなのかね。そうそうそう、多分ね。ひどいな。え、入れないの？あ？ん？そういうもんじゃないんだ。ナイフのためだけか。遠距離ではなく投げる武器ってことは、最後まで重火器は装備できないのか。嘘。厳しいよ。仲間どこ行ったの？友よ、見知らぬ友。まあ分かったよ。なんでこの順番で取ること想定してんだよ。カマキリ。ハンターどもの巣を見つけたら迷わず破壊すること。ライター？これ何？缶詰？なんだ缶詰はよ。ポパイか俺は。カスカスする。違うんだよ、なんかあんだよここに。あの破壊できそうなやつ。